ございます。セントラルです。3月の12日土曜日です。いい週末ですね。昨日もなんか3万人の陽性者がまた出たそうです。とどまることを知りませんね。このこんなんやってんねや。これはあれですよ、観光客向けのやつ。久しぶりに見たのがあるよ。観光バスとしてやってんのかな。ここですね、とワールドワイドセンターです。あれはわからんな、赤かな、何やろ、どうかな。でですね、なんか喉がね、おかしいね。ずっと咳してるんです。オミクロンやったらあかんから家帰って検査行きましょうか。まあ今日土曜日やからね、ここのまだワールドワイドセンターの荷物のあれはまだです。今日は 何度ぐらいあるのかな、25度ぐらいになってるのかな。もう半袖の人多いですね。今からですね、ランドマークに行ってですね、最近ね、どこの店もね、営業時間の短縮でですね、始まるのが12時からとかっていうとこ多くなりました。それに終わるのも6時ぐらい。まあまあいいことですけどね。ただ香港家賃が高いので、高かったかなので、なんていうんですか、できるだけ時間長く空けたいですよね。ただ香港って夜は長いけど朝はみんな遅いんで、ギリギリなんで、だからなんていうんですか、朝早くから空けてもお客さん来ないので、お店とかもともと10時半とか11時、11時半、12時のところは多かったですけどね、最近はだいたい11時か12時ですね。はい、今からですね、何だっけ、ランドマークのルイ・ヴィトンに行きます。はい、これでですね、全部頼んでたやつ全部来たのかな。そうですね、もう全部来ちゃいましたね。ちょっと今日もね、なんなんやろね、これ。なんなんかわからんけども。なんか波がありますよね。